ジリーワインの服部です。よろしくお願いします。今日ご紹介するワイナリーはですね、こちらですね、サンパオロというねワイナリーなんですけれども、会社としてはねクラウディオ・クワルタというね、南部にね3つワイナリーを持っているところですね。カンパネには1つしかないです、サンパオロですね。で場所が、グレコ・ディ・トゥーホのねど真ん中にあるワイナリーで、グレコ・ディ・トゥーホといえばね、それほど大きい場所ではありませんけれども、そこに構える比較的ね新しい生産者ですね。でワインについては、やはりグレコ・ディ・トゥーホがとても美味しかったですね。それから、フィアーノも作ってましたし、スパークリングも作ってました。あとタウラージですね。タウラージはどちらかというと果実味豊かで、とてもね、親しみやすいねワインを作っていましたね。新しいということですけれども、真摯に作ってるねワイナリーですね。まだね、自社畑のみというよりかはブドウを買ってですね作っている生産者です。印象に残っているのはですね、ワイナリーでテイスティングをさせていただいたんですけれども、全部ね新しく開けてですね、それをね全部持ち帰させられたというようなねワイナリーで、企業ですけれども、そのあたりはね非常にこのカンパーネ州のね生産者、いい人たちが多いですね。はい、他にもねこういった動画ありますのでチェックしてください。失礼いたします。